はい、どうも皆さんこんにちは、永井です。本日は前作の主人公ニコベリックに関するネタを3つ紹介したいんですが、マイクが取れてなかったので、後付けのアフレコでやっていきます。よろしくお願いします。まず一番最初のネタ、息子のジミー君、どんな無夫婦なサイトを見てるのかなって思ったんで、この拡大してよーく見てみますと、ニコベリックのライフインベーダー見てるんですね。まあ、多分フェイスブックみたいなもんかな。では次に行く前に一つ、ニコベリックがリバティシティにやってきた時になんていう船に乗っていたか覚えてますか？彼はリバティシティにやってくる時、プラティパスっていう名前の船に乗ってたんですね。じゃあそれに似た船が港にあるということで、このトレバーさんを派遣しました。出航命令ですね。いやこの港、この各キャラクターをそれぞれのネタ地点に持っていくのに結構時間がかかっちゃいましたね。明るいうちにやりたかったんですけど、場所はこちら、一番端っこの港ですね。ここに置いてある船なんですが、名前がオクトパスって言うんですよ。プラティパスに対してオクトパス。いやー、船の形は全く一緒なんですが、残念ながら今回は入れません。残念。では今ニコベリックはどうしてるかっていうことで、その最後の手がかりとなるところにフランクリンを派遣しました。田舎です。田舎に出航命令です。もう倍返しされちゃうかな。それがこちらのお家ですね。こちらのお家に最後の手がかりがあるんですね。場所はこちら。まあこの緑と黄色の間みたいな感じかな。こちらのお家入って、そこの玄関前の机をよーく見るとですね、はい、ここにニコベリック手配されてるんですよ。これが最後の特ダネです。というわけで、2分40秒ぐらい、今そうですね、3分以内に綺麗にまとまりました。ということで、今回はこの辺で終了したいと思います。ではでは、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。